はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、本日2本目になりますが、お気に入りクラブグレード85以上2022ボリューム2ガチャ券なんですけれども、これ今回ね、あの、コイン交換所で300枚で交換ができるのですが、まあ、この85件、まあ、どういった選手を狙って引くべきなのかっていうところで迷ってる人もいるかと思うので、まあ、GK おすすめのチーム3選ということで、まあ、ちょっと少ないですけどね、3チーム選ばせていただきます。まあ、なんで3チームかって言われると、まあ、あ その今回は特にそのレギュラーカード重視でお話、まあレギュラーカードの,その実用性とか、まあ、そういうところを含めてお話しようと思うんですけれども、まあ、そうじゃなければ特にビッグクラブを引けば、まあ、いいんですけど、まあ、それなりの収穫もあるし、まあ、限定化したら、ね、もっとレギュラーそんなにスキルとかちょっと微妙だなと思う選手でも結構いいカード出たりとかするので、まあ、それを除くとまあビッグクラブどんどん上げていけばいい話なんですが、まあ、それだとちょっとつまんないなと思うので、まあ、よりその、ね、今回の,そのグレード85件の特徴とか、 まあね狙いやすさとかの選手を加味した上でうんでちょっと応えていこうかなと思いますね。より実用性に近い、えー、今回のおすすめチームとなっております。はいということでねちょっと本題入っていくんですけど、まあ、まずお気に入り85件についてのお話をさせていただこうかなと思います。まあ、普通のグレード85以上剣よりはグレード目当てで期待して引いても良いイメージはあります。はい まあこれあのね最近、直近で言ったらまあ福袋とかねまあ年末年始の福袋とかで85件とかでね結構いい選手当てている人もまあいましたしまあそういうところを見ると85件よりはやっぱりまあそもそものね選手の母数が全然違いますからねまあそういった感じでまあそもそもの確率が変わってないとしてもまあ手に入れる選手はね結構ねだいぶ狭まってるというところも考えるとまあそこで一発引くと狙いの選手が当然ね手に入り,手に入りやすいとかもその選手しか手に入らないとかもありますしグレード的にね。 まあそういった意味では狙いどこしっかりと絞って引けるのは、うん、やっぱり強みなのかなと思います。まあただですね、やはり無駄に、えー、グレード低い当たりを確実に、えー、狙う方が、まあ現実的ではあるかなと思いますね。グレードの85付近の選手とか。はい。とは思います。なので、まあ一発勝負いってもいいけど、まあ堅くいくなら、まあ、グレード85付近の当たり選手を狙うべきかなと思いますね。はい。まあこれ僕がこういうこと言ってるんですけど、僕ちなみにもう引いちゃったんですよ。うん。 僕ね、あの <laughs> 秋田でね、引きましてね、まあ、小柳選手の、ね、レギュラー欲しいって言ってて、で、まあ、小柳選手ってグレード85じゃないですか、まあ、僕の言ってることって、これのことじゃないですか、85の選手を無駄に当てにいくことをやったんですけれども、まあ、当たんなかったんでね、まあ、そこは個人差がありますということでね、<laughs> 結局その人次第なんでね、そこはね、まあ、はい、あのー、あんまり説得力ないんですけど、僕が言うのも、まあ、ただね、グレード低い方が当たりやすいよっていうのは変わらないですね、はい。 ということで、えー、じゃあね、ここからは3チーム、えー、紹介していきたいと思うんですが、さあ、順番どうしましょうかね。<laughs> 順番どうしようかな。じゃあ、この順番で紹介しましょう。ということで、じゃあ、まず1チーム目、えー、G ゲおすすめ、まず1チーム目、こちらです。はい、ブラウブリッツ秋田ですね。はい。そのお前が小柳選手欲しいだけじゃねーのって言われそうですけど、 まあね、ラインナップとしては、まあ、小柳選手がね、グレード85でいます。稲葉選手は86で、千田選手が89、田中選手ね、田中雄大選手は91ということで、はい、この4選手が登場しております。うん、まあ、やっぱりね、まあ、いい点としては、まあ、小柳選手もすらいいんですけど、まあ、ポジションもそうだし、まあ、両サイドバックできますし、リフェッチ高いし、まあ、ボランチもそれに加えてできるっていうね、なかなかいないタイプの選手なんですけど、まあ、むしろ唯一無二ぐらいのね、あのー、ポジションしてるし、 まあ、スキルもね、ピンタックインターセプトで、まあ、しっかりとボナセもついてるっていう点も非常にいいかなと思います。で、まあ、それに加えまして、まあね、ここも両カウントなのは、まあ、当然、推しポイントの一つなんですけど、まあ、他の選手もね、結構いいんですよね。まあ、稲葉選手もね、まあ、パイクとスティールハードタックルやったかな。で、ボナセがスタミナとかじゃなかったかな。確かね。まあ、はい。悪くないですね。ボランチとしてみてね。うーん。 まあちょっと能力値乏しいところは、まあね、そこはまあ重ねてね、いいセンスつけに行けばいい話なので、まあ、まあ、正直クラチャン向きでも、まあ、EP ついたクラチャン向きでもいいし、まあ実用性あるね、スキル構成してるし、まあ能力値やっぱスタミナね、高い方がいいんで、うん。まあ、そういうところもいい点ですね、稲葉選手ね。はい。で、千田選手もね、結構実用性のカードなんですよね。確かボナセはディフェンスじゃなかったと思うんですけど、まあ、スキルはしっかりついてたと思います。ここピンタックインターセプトフィードとかじゃなかったかなうん。 田中選手がね、ちょっとね、その分ね、割り食ってるって感じでね、ちょっとね、グレードは高いんですけど、スキルがちょっといまいちかなっていうところはあるんですが、まあ、今回ね、さっき言った特徴ね、うん、やっぱグレード85付近の選手から当然当たりやすいので、まあ、ここが結構やっぱ質がいいというね、ところが、まあ、秋田のおすすめポイントかなと思います。まあね、小柳、稲葉、千田のこの3、人ですね、うん。この3選手のカード評価としてはいいので、 まあ、ここが、まあ、いずれか当たると、まあ、結構チーム的にも上積みあるよっていうね。うん。まあ、中でも特に小柳選手はね、まあ、ポジションとか能力値とか含めて、まあ、希少性はやっぱ高いんでね。うん。まあ、ここはやっぱ狙いどこかなと思いますね。はい。で、まあ、ね。まあ、移籍絡みで、まあ、稲葉選手、内田選手、田中裕太選手抜けるんかな飽きたからね。もう抜けてるのかなっていうところで。うん。そこはね、そこはちょっとあんま考えない。 今回考えてないですけど、まあ小柳選手、まあ、稲葉選手とか千田選手とか田中選手が移籍先でちょっとグレードどうなるかちょっと微妙なとこありますけれども、まあ小柳選手は来シーズンも85超えるんじゃないかなと思うので、まあわりかし小柳選手は狙い,やすいか狙いやすいのかなと思うし、まあガーディアンとかでもね、いいカード出てましたからね、来シーズンもね、期待できるんじゃないかなというところで、 ま,あまず一つ目、えー、ブラブリッツ・秋田は結構当たりチームじゃないかなと思います。まあ、特にね、ディフェンダー系のポジションなので、そこ、えー、欲しい人はぜひ狙ってみてほしいなと思います。はい。では続いて2チーム目ですが、えー、2チーム目こちらです。はい。FC 東京ですね。はい。まあ、ここはもう定番なんですけど、まあ、ここ5人いましてね。まあ、長友選手が85。で、ディーゴ・オリベラ選手は87。えー、アダウトン選手92。 で森重選手が95で、ソービック選手が96ということで、まあ、比較的グレード比重ちょっと高めですね。高めというか真ん中がいないかな。うん。まあ、80、まあ、92のアダルトン選手が真ん中よりですけど、まあ、結構ね、上にちょっとグレード寄ってるので、まあ、結構ね、比較的平均レベル高いですね。平均グレードは高いと思います。 で、ここのやっぱりおすすめポイント。まあ、グレード低いところで言うと、ディエゴオリベラ選手がね、異次元 S ストライカーで、うん。まあ、非常にスキル構成がいいというところと、まあ、やっぱりディエゴオリベラ選手ね、持っておくと、まあ、限定いいのやっぱり来ますからね。この前のトップアシストみたいにね、97とか来る選手ではあるので、まあ、そういう意味ではやっぱ美味しいかなと、このグレードはね。うん。だいぶグレード落ちましたけど、まあ、スキル的にはだいぶね、あの、使いやすくなってますので、まあ、そういう意味ではね、別に能力を、まあ、型落ちしたとは思えないかなと思いますね。グレード落ちてますけどね。はい。 で、ボナセオフェンスなどもいいと思いますで。あとはね、まあ他の選手見ていくと、まあ長友選手のこのレギュラーカードは実、うーんまあそうですね、実用性にはちょっとあれですけど、長友選手も、まあ限定出たらね、結構グレード90とか平気で超えてくる選手なので、まあここもね、複数も集めとくと、そういうね、選手もし手に入った時は結構ありがたいかもしれないですね。はい。 で、アダユートン選手ね。うん。まあちょっとね、スキルに恵まれてないイメージがありますけど、このレギュラーは悪くないですね。インカタム回転やったかな。うん。まあレギュラーはね、いいんですけどね。まあ来シーズンもでも、まあ結構今シーズンぐらいの活躍すればもう限定とか、もう結構スキル優遇とかもされてきそうな気がしますし、まあ、そういう点でもね、今シーズン含めてまあ期待ができるんじゃないかなと思います。まあカード的にもね、当たりだと思います。 まあ、森重選手はもう言わずもがなんですけど、ダブル A センスねしか、しっかりとタックルスティール持ってて、まあ、ボナー戦はディフェンスじゃないものの、まあ、レギュラーとしてはね、当然十分高いクラスかなと思います。まあ、森重選手といえばね、センターバックボランチできるのはでかいですね。はい。で、スオービク選手は僕、高評価つけたと思うんですけど、まあ、ここはキーパーとしてね。まあ、ただね、シュートセーバーではないですけどね、さすがにね。まあ、シュートセーバー除く感じでも、全然スキル構成とか能力値とか、まあ、ボナー戦とか含めて、うん、まあ、文句ないかなと思うので、 まあ基本的に誰引いてもメリットはやっぱりね、いろんな面でついてくるかなっていうところがやっぱり引きやすさみたいなのありますかね。うん。まあ特にね、始めたての人とか結構引くべきチームかなと思うのは、まあ攻撃ポジションの選手ね、もしっかりといて、まあ森繁選手みたいにね、ディフェンダー系の選手もいて、まあーうべ選手みたいにキーパーもいる。で、長友選手もまあサイドバックできるということで、まあ結構バランスがやっぱいいですね。うん。まあ選出されてる選手のバランスと、まあカードの能力値とか、まあスキルとか加えると、まあ、まあ、 正直、レギュラーの中でもナンバーワン当たりチームと言っていいんじゃないかなぐらいの、はい、豪華さではあるかなと思うので、まあ、迷ったらね、ここ実用性特に、まあね、偏らずに、えー、まんべんなく欲しい人は、まあやっぱ FC 東京おすすめかなと思います。はい、では次3チーム目、えー、本日最後のチームになりますが、えー、GK おすすめ3チーム目こちらです。はい、えー、大分トリニータですね。 まあ、取りに行ったね、ちょこちょこ僕言ってるんですけど、まあ、ここ見ていくと、高木選手が86、小ヤ選手87、ペレイラ選手89、ミサオ選手92ということで、まあ、守備強化ならズバリここと書きましたけど、まあ、秋田も負けてないですけどね、まあ、ここもやっぱり守備強化メインで見ると、非常にいいところかなと思います。まあ、高木選手がね、ゴッドハンドと1対1だったかな。まあ、持ってるので、まあ、マイスキル持ってるので、まあ、そういった意味では、まシュートセーバー抜きでは結構活躍の可能性はあるんじゃないかなと思えるスキル構成しています。 で確かボナ戦もねディフェンスだったと思うんですよねはいでゴヤ選手はまあまあ悪くはないんですけどまあこの4選手の中ではちょっと厳しいまあ一番ちょっとね劣るかなって感じはしますけどうん悪くないですまあ千葉で活躍とかする可能性ね結構あると思うんでまあ千葉銀カップかなこの前のね小屋選手めちゃくちゃ活躍してましたからねうん まあそういうのを見ると、まあ、小ヤ選手、今年千葉でハマると、まあ、グレードもおのずと上がるし、限定もいいストライカーとか、ね、出てくる可能性十分に高いので、まあ、これはね今年期待だと思いますね、小ヤ選手ね。はいでペレイラ選手はね、もうあの1回、えー、レギュラーカード取り上げさせていただいたんですけど、企画でね。うんまあ、ここはやっぱりね、まあ、同じく、まあ、センターバックもできますし、まあ、ボランチもできるし、ディフェンチ高いという選手ね。うん まあ来シーズン以降ね、ちょっと需要がそういう選手増しそうな気がしますけれども、まあペレイラ選手89なんで、ここも結構現実味のあるグレードで狙い得るグレードだと思うし、まあここも美味しいですね。はい。で、ミサオ選手はね、まあサイドバックも含めて、左サイドバック、センターバック含めて、まあそうですね、ボナセもしっかりとディフェンスついてますし、 まあ、ダイナミックインターセプトとタックルかなとフィードかなうん。スキル構成も文句ないしということで、まあ、守備寄りではありますけど、まあ、守備ならね、ペレイラ選手、ミサオ選手が、まあ、センターバックだけじゃなくて、サイドバックのね、需要値高いのところのね、えー、ディフェンス高い選手とか、まあ、ペレイラ選手みたいにボランチのね、ディフェンス高い選手とかも手に入るということで、まあ、守備補強なら、うん、バランスいいですね。はい。まあ、ただね、まあ、トップ下とか、まあ、そのミッドフィルダー系とかあんまりいないので、まあ、そこはちょっとね、注意が必要かなと思うので、 まあ、条件付きでありますが、守備補強なら、ズバリここかなと思います。で、まあ、特にペレイラ選手、ミサオ選手ね、この2人、まあ、ちょっとグレード高めですけど、まあ、でも言うて、ね、今回の件だったら、まあ、ここら辺も狙えると思うので、まあ、勝負いくのは全然ありなのかなと思います。まあ、高木選手とかね、もう、まあ、結構限定、うん、まあ、やっぱり今、キーパーがね、結構シュートセーバー持ち回りみたいになってるんで、まあ、今シーズン間に合わなくても、来シーズンとかね、全然シュートセーバー持って出てくる可能性も十分にありえる選手だと思うし、 まあそういうところを含めて今のうちに取っておいてもいいのかなと思いますね。はい。まあ多分、取りに行ったのね、イゴルキーパー、今年も高木選手なんじゃないかなっていうところが、うん、伺えるかなと思いますので、まあ、正直開幕とかね、まあ開けてみないと分かんないですけど、そこはね。うん。まあそういう意味でもね、23シーズンも期待できる選手が結構揃ってるし、まあ能力値とかスキル的にも悪くない選手が、悪くないというか、いい選手が、まあ結構揃ってるかなという印象なので、ここはちょっと押させていただきたいと思います。まあいいチームだと思いますね。はい。 ということで、3選手紹介しました。まあ、青いチームばっかりでしたけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱりね、守備寄りのカード多いっすね。うん。まあ、攻撃面でね、結構選ぶんだったら、もう、ざっくりもうマリノスとか行って、まあ、レオセアラ選手とか、水沼選手とか狙うっていうのもありだったんですけど、ちょっと母数が多いので、ちょっと今回省かせていただきましたが、まあ、次上げるんならマリノスかな。うん。やっぱり、まあ、ちょっと、ここにフリップ用意してないですけど、 あの、まあ、水沼選手のね、レインバーチもいいし、まあ、レオセアラ選手ね、なかなかちょっと当たんないと思うんですけど、まあ、異次元とかね、で、しっかりボナセ戦もへついてていいし、とか、エウベル選手がね、結構比較的86とかで手に入るのもうまいし、とかね、ま、いろいろあるので、まあ、ジョエル・チマ選手とかもね、悪くないし、うん、まあ、いいと思いますね、比較的ね、うん、まあ、結構いい選手が手に入るので、マリノスもやっぱおすすめかな。で、あと J2 のところで言ったら、まあ、新潟とかね、うん、は悪くないかなと思います。まあ、今年 J1 挑戦入りますし、 まあ結構流れもいいし、まあ、グレード的にも結構ね抑えられてるそうな選手が、うんまあ、伊藤選手とかもそうだしね、まあ、藤原選手とかもね結構限定きたら高いグレードで来るしとか、まあ、高木義明選手が良かったりとかね、うんまあ、堀米選手もね結構ねグレード高い限定来てたりとかするので、まあ、評価は結構ね抑えられつつもまあ結構限定とか来た時に評価高いのはまあ新潟とかね。 まあそういうところも比較的狙い目だし、まああとはもう言い出しちゃ切りないですけど、まあ裏列とかもね、僕ちらっと見たんですけど、まあタレント結構揃ってるなって印象ありましたし、まあそういうところは結構おすすめなのかなと思うので、まあぜひね皆さんどこで弾くかはじっくり考えて後悔ないように弾いてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。